天理市にある天理教教会本部では、正月に神殿に備えた鏡餅を切り分ける恒例のお鏡開きが行われました。毎年正月、教会本部の神殿には年末に各地から届けられた鏡餅が備えられ、4日に鏡開きが行われています。去年は新型コロナの影響で中止となっていましたが、今年は規模を縮小して2年ぶりに実施され、教会本部の職員や学生などおよそ1000人が合わせて6トンほどの餅を切り分けました。正月三が日の間備えられていた鏡餅は真冬の寒さで固くなっており、刃渡り1メートル近い大きな押し切り包丁を大人の男性が数人がかりで扱うなどして、食べやすい大きさになるまで切っていきました。例年3日間で10万人にすまし雑煮を振る舞うおせちは、今年は感染予防のため中止となっていて、餅はパック詰めにして参拝者に配られるということです。